時活性がゆっくり落ちてゆっくり落ちて生きよるけれども笑顔。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ、朝もやってったんやけど、今回も勝ち上がり乱闘をやっていきます。とりあえずピカチュウね、ピカチュウを使っていったら水江さんが手に入るはず。はい、やっていきます。ここからでいいね。本気度いいから行きます。ポケモントレーナー、これはなんでポケモントレーナーと戦いよるっていうことなの。ええ、私あれだよね、朝の時なんかね、ゼニガメでっていうかゼニガメをやっつけたんやけど、これや。こういう狭いところで戦いやったら速攻で落ちそうな感じするよね。特にあったし、何や今の。あー、ちょっと待って、怖い。どこ行った？あ、これか。私この広いところで戦いたいんですけど。あ、よかった。ちゃんと上で出てくれた。ケーシー。あれ今落ちんかった？不思議そう。気のせいか。ピッツァークロット、え？ラッキー。ラッキーや、ラッキー。今なんか卵投げんかった。気のせいかな。あの卵取れるの？え？ほい。ほいよ。これどこ行った？あ、来た。かー。どういう状、ピカチュウどういう状態なんかがよくわからん。おぉ、怖っ。あ、これいろんなポケモン出てくるんよね。自爆したよ、自爆。後ろから突き飛ばす。静江さん解放頑張ります。静江さんを解放できるように頑張ります。またしてもデニガミやったね。相性的なものが。はい、プリン。かわいいプリンたち、私容赦なく吹き飛ばしていく。お、いけ。かぶっとる帽子めっちゃかわいいんやけど。あ、待って、モンスターボールでね。モンスターボール投げよりピカチュウがめっちゃいいね。でんで、何で吹き飛ばされたの今のプリンは。あ、ミミッキューや、ミミッキュー。私がどこにいるのかがわからなくなる。いつもわからんくなるよね、途中から。この周りにいるダグトリオとかは感じてないの。なんかいろんなものが飛びまくって、あ、なんか帽子変わった？途中で変わるの？ここよ、私。あ、やばい。プリンたちにすげえ攻撃されるな。あー、吹っ飛ばされるという。マブラのツイッターでペルソナとのコラボ。ペルソナって別にってあるよね。見たことなくてわからないんだけど。お、人出番。すげえ、空中で戦ってくれるのね。空中で戦ってくれるのね。え、ってか、やばいね、周り観客。観客がすごいやん。まだ、え？あれ何ボールやっけ？マスターボール持ってる。マスターボール持ってる。そうなんよね、復帰をちょっと、頑張って戻ってくれるようにしないと。はい、ピッチで2匹。さ、あれやんね、弟分をボッコボコにしよるみたいな。あ、上がります。あ、ちょっと待って、私を置いて。やっぱり乗れんかったらアウトってことやろ。今の誰？あれ、モンスターボールから出てきたやつ。あ、モンスターボールを直接ぶつけていく。おなんかポケモンのステージさ、自分じゃなく出したポケモンがやっつけてくれるっていうパターンが。
マスターボール持ってるピカチュウかわいい。で、最後きっちり持っとったね。ギザミミピチュウ。ギザミミピチュウとは珍しいやつですか。から上がれんかった。あ、シャンピ。お、危ない。よし、私が落ちたんかと思った。え、あ、トサギヒントはあっという間に落ちてったんですけど、あの上に置いてるのは何だ。あ、上がり、私も上がりたいんですけど、あ、上がれた、えい、あ、投げそう。なんかこのあいつが出した攻撃、あれあれは敵味方関係なく敵が当たるやつですか。ピカチュウがゆっくり落ちてゆっくり落ちて生きよるけれども笑顔え、笑顔。スイッチゲームの取説ってどこにあるんでしょうか。スイッチゲームの取説はゲームの中じゃないの。多分紙は入ってないはず。確か、そう、モンスターボールから出すポケモンね、めっちゃ強いよね。なんか自分が直接戦うよりもアタックしてくれる。怖いよー。あー、ちょっと待って、危ない。あー、この切り、お、あーあー、救われた。なんかここ水ポケモンばっかりいっぱい出てる。パボール取りたいんです。待って、なんかここ切り離されていきそうじゃない。あー、めっちゃ吹っ飛ばされた。超吹っ飛ばされたよ。ピカチュウが落ちていくところで勝つという強み。落ちるスピードがもうちょっと速かったら振られていた。あ、開いたかと思った。開いてない。ちょ、邪魔。あ、ほらほらほら、やっぱり周りちょっとなくなると思ったんよね。いやー、空中での、ダサい。へい、モンスターボール持ったまんま、え、投げてく。もうなんかね、他のポケモンたちに頼っていくスタイルね。あー、危ない。ちょ、あー、ダメだ。ここのステージ、ここなんかいっぱいいろんなポケモン出てくるよね。あれ、なんかまたしてもタイプが変わった。これなんか取れたよね、取れたよね、これ確か。なんか埋まった、なんかちょっと下がったような気がするよ。あの周りのポケモンが多くて、どれが敵のポケモンかもわからんくなってくるっていう、この感じ。大中、あー、ちょっと待って、つい、お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 大中の決めポーズでそんなにちょっとやられるとね、ゴールドがね、50から操作難しそうだけど慣れると楽しいんだろうな、それね。もう早く慣れたいです。ガオガイン、よし来い。なんかこう見たらさ、意外と大きさの差がそんなにない気がするけど、これはこれは、あっ、ちょ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 、お、戻れない、戻れない。はい、来た。これは大きさはそんなに正しくない感じなんかな。あ、あ、またしてもライチュウ。あ、危ない。ゲームセット。コンティニュー。そう。はい。そうなんよね。勝ててもね、なんかギリギリなことが多くって。あ、お、ステージが変わった。危ない、行かない、えい、はいよ、めっちゃばっかり、あ、難しい、え、出てんね。あ、ちょっともうちょっとあっちに行ってくれないと当たらないじゃないか。これ自分が出したポケモンの技は自分には当たらんのかな。よっしゃー。よっしゃー。
そうなんよ、ロケット続きでめっちゃ落ちていく。なんて言ったってしずちゃんが。そう、しずえさんをどうにかゲットしたいの。はい、ボーナスゲーム。ゴー！ます。おっ、跳ねる。おこ、あなんかいつもここで落ちる気がする。もうちょっと高いところからジャンプしたらいいんかな。またもやピカチュウそっくりのポケモン。なんかネズミ系ってさ、全部あれじゃない、なんか電気ポケモンあこんな感じじゃない。やばい、高速高速高速の、あやばい、逆向きロケット続きして、もうちょっとこっちの方来てよ。そんな端っこの方ばっかりじゃなくて、それがやられるんですけど。ああ怖い、背中をぶっちぎりでいいとこばっかりおるやんこいつ。ちょっとつらい。あ足、あ危な、普通にシンプルに落ちていくところだった。へい、いけた、あったね。マジで一回も落ちたことないの。私落ちまくりなんだけど。なんか取った、何今の、トマト、かぼちゃ、なんかそれっぽい感じのものそれっぽい感じのものを取った。回復か何か、回復体力とかあるんかな、これ分からん。あ、めっちゃ雷出しまくる。やばいね、めっちゃアクロバティックな動き。イエイ、なんか手が出てきた。なんかね、一番最後必ずこいつ出てくるよね、マスターハンド。高ほど強くなる、それがエノさんです。頑張ります。よし、クリアー。そう、なんか手がボスっぽい。なんですかね、この手は私も最初めっちゃびっくりしたけど、なんかでっかい手があって体本体があるんかなって思ったら、そんなこともなかった。はい、次へ。ファイナルリザルト。僕もちゃんとね、キャラクターごとに違うんや。お化けマリオ、お化けマリオ初めて見たんやけど、かわいい。お、挑戦者が現れました。誰、なんか剣持っとる。ゼノブレイドメドレー。ゼノブレイドってやつのキャラクターってことか。なるほど、めっちゃなんかすごい壮大な世界。あ、やばいやばいやばい。え、何あれ、選択肢みたいなの出てきた。方針の違いよ。あ、来いよ。よ、そのまま落ちればよかったのに。あ、危ない。やったね、シュルク。これがシュルクっていうの、シュルク参戦。見たことあるやつ、全然見たことない。ロックマン、そう、あのインクリングは朝の配信でゲットしました。朝なんか解放されたよ。ここも山吹シティかな、あれ山吹シティ、あんな場所ありましたっけ。あれは多分あのロボットみたいなキャラクターのところではないか。私がさっきから雷を出そうとしてるっていうのに、で吹き飛ばすやん。手をかも避けてきた。あ、いいかー、ちょうどいい、ちょうど。なに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 、こいつなんか攻撃してきたりとかする。あ、怖い、なんかビーム出してきた。待って、落ちてくよ、あいつ。落ちたー落ちたー。
ターロックマン参戦。お、記念日対戦回数が10回になった。どういうこと？対戦回数とは挑戦者とってこと？はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねーそう、しずえさんがゲットできなかったんだけど、ロックマン、あ、でも一応まあロックマン解放できてよかったけど何も解放できないよりはよかったけど、ロックマンも好きなキャラの人、イエローデビルは目玉がなくて、あのなんかビーム出しよったやつ、あ、あれもやっつけれるの？あ、やっつけれるんや、あれ。なるほど、村人のしずえ会ですね、楽しみです頑張ります。村人もゲットしたいし、しずえさんもゲットしたいし、しずえさんゲットまでが難しい、意外と。次のスマブラ配信の頃にはうちのとこはさらに増えてるでしょう。はるちゃんめっちゃやり込んでそうやもんお疲れ様です。未経験者なのですごくわかりやすかったし、わかりやすかったかな、ならよかったお疲れ様です、みんなお疲れ様です。次回の配信で